グレゴリー・ペックとブロック・ピーターズ・メディアを再生する予告編アラバマ物語は1962年制作のアメリカ映画グレゴリー・ペック主演人種差別が根強く残る1930年代のアメリカ南部で白人女性への性的暴行容疑で逮捕された黒人青年の事件を担当する弁護士アティカス・フィンチの物語当時の出来事を 後に成長した娘のスカウトが回想するという形式をとっている。物語はアティカスが担当した裁判を中心に展開するが、この作品は単なる法廷ドラマに終わらず、子供の視点から見た大人の世界や、周囲の人々に対する純粋な好奇心などをノスタルジックに描いている。1960年に発表されたハーパーリーの同名の小説が原作である。 彼女の自伝的小説、アラバマ物語は1961年度のピューリッツァ賞を受賞。翌1962年には全米で900万部を売り上げるという大ベストセラーになっていた。知人からアラバマ物語を勧められた映画プロデューサーのアラン・ジェイ・パクラもその内容に深く感銘を受け、かつて一緒に仕事をしたことのある監督のロバート・マリガンに映画化の話を持ちかけた。 二人は小説がピューリッツァー賞を受賞する直前に映画家権を買い取ったという物語の舞台はアメリカ南部であるが実際の映画撮影はハリウッドでなされた映画の美術を担当したアレクサンダー・ゴリチンとヘンリー・バムステッドは22万5000ドルという大金をかけてハリウッドにアラバマ州の田舎町のセットを作り上げた 原作者のリーが撮影現場を訪れた時、彼女はあまりにセットが故郷に似ているので驚いたという。ゴリチンとバムステッドの仕事は高く評価されている。映画は1962年12月25日に公開され大ヒットを記録した。同年度のアカデミー賞では作品賞を含む8部門の候補となり、そのうち主演団優勝、脚色賞、美術賞の3部門で受賞した。 著作権表記欠落により、現在パブリックドメインとなっている。1930年代、アラバマ州の架空の田舎町メーカムで暮らすフィンチ、一家の兄弟ジーン・ルイーズ・スカウト・フィンチとジェムの、人生の転機となった3年間を綴っている。二人は、一緒にゲームをしたり、近所に住むアーサー、ブーラ・ドリーの様子を探ったりしながら毎日元気に、遊び回っている無垢な子供である。 ブーは誰もその姿を見たことがないため様々な噂が飛び交っている。妻と死別した父親のアティカスは公平で穏やかで、親身で、その知性と人柄で周囲から厚く信頼されている町の弁護士である。彼を子供たちはファーストネームで呼んでいる。兄弟が見ているところで、父が貧困のカニンガムから弁護費用の一部としてくるみを受け取る。父の弁護士としての仕事を通し、 人種差別、街にはびこる悪、貧困の悪化などを学び成長していく。そんなある日、アティカスに対して、地元の判事が、白人女性、メーラ UL に対する婦女暴行事件で、黒人容疑者のトム・ロビンソンの弁護の依頼をする。ジェムとスカウトは、父が黒人の弁護を引き受けたことで学校で、同級生と喧嘩をするようになる。 人種差別の激しいアメリカ南部で黒人の弁護をするフィンチ一家は周囲の心ない人々から中傷を受ける羽目になってしまう。人々はアティカスが弁護するロビンソンに暴行しようとするがスカウト、ジェム、友人のデルはこれを阻止する。スカウトはこの暴行の目的がわからなかったがその中にいるカニンガムが以前クルミを持ってきた人物だと気づき カニンガムの息子がスカウトの同級生だと語る。カニンガムは老狽し、暴行する気がそがれる。そしてやってきた裁判の日。売信員はすべて白人という被告人にとっては絶望的な状況で、アピカスはとうとうと弁護を開始する。トムがメイエラの家に行ったのは確かだが、彼女が力仕事を口実に呼び込んだのだった。またメイエラが殴られた跡があったのも事実であった。 裁判で、アティカスは、トムの左腕が不自由なことを明かした上で、犯人は彼女に左腕を大いに使って、暴力を振るったはずだと語る。そしてメイエラの父ボブ・ユーエルに、自分の名前を書かせたところ、左利きであることが露見し、トムではなく、父親が娘を殴ったのではないかとほのめかす。また事件後彼女が、病院に行っていないことも指摘する。アティカスは、 最後にすべて白人男性の売信員に向かい、先入観を持たず明白な証拠を持って審議して欲しいと語る。被告人答弁でトムは、彼女の身の上に同情したため彼女の手助けをしたと語り、名エラ側の人種的偏見を持つ弁護士に嘲笑される。2時間経過後、売信の合議が終了し、判事が評決を正す。売信の代表が出す結論は、 基礎通りの有罪である。アティカスはトムに妻への連絡を約束し、希望を失わないようにと伝える。大勢の黒人の傍聴人が、アティカスが法廷を出るのを起立して見送る。アティカスが家に着くと、保安官代理がやってきてトムが護送中に、逃走しようとしたため撃たれて亡くなったと伝え、撃たれる直前の彼の様子は異常だったと語る。その後、スカウトとジェムは夕方に、 学校で行われるハロウィンパーティーに出席する。スカウトはメイコム軍の名産品の一つであるハムの着ぐるみを着る。パーティーの最中、スカウトは私服と靴をなくしてしまい、仕方なく靴を履かずにハムの着ぐるみのまま家に帰ろうとする。スカウトとジェムが森を通って帰る途中、後を追ってきた何者かに襲われる。ジェムは襲撃されて意識を失い、スカウトも襲われるが、 襲撃者は後からやってきた何者かに阻まれる。スカウトは衣装の目出し部分から何者かがジェムを抱きかかえ家に連れて行くのを目撃し、急いで衣装を脱いで後を追う。家に着くとジェムが意識を失って横たわっていた。後にジェムは腕の骨折と診断される。帝都保安官がやってきて襲撃してきたのはボブユーエルであったと語る。さらに保安官は ユーエルは胸にナイフが刺されなくなった状態で発見されたと語る。スカウトはアーサー、ブーラドリーが部屋の隅に立っているのに気づき、森の中でユーエルから自分を助けてくれたのは彼だと確信する。アティカスはジェムが自己防衛でユーエルを殺害したのではないかと推測する。しかし、帝都保安官はブーが正当防衛でユエルを殺害したと考え、ブーを英雄として 人前に晒すことはそれこそが罪ではないかと語る。ブーを守るため、帝都保安官はユーエルが自分で転んでナイフが刺さったのだと片付ける。スカウトは以前、父親から教えられたモノマネりを殺すことが罪だというのと同じだと語る。スカウトはブーの立場になって物事を考えてみた。アティカスはジェムが目を覚ますまで一晩中そばにいた。 プロデューサーのアラン・ジェイ・パクラたちは映画の新鮮味を保つために主演のグレゴリー・ペックを除きできるだけ観客に馴染みの薄い俳優を起用することにした。特に子役は慎重にオーディションが行われ関係者が候補者を求めてアメリカ南部を駆け回ることになった。映画のヒロインであるスカウトを演じたメアリー・バーダムは映画監督ジョン・バダムの実前である。 バダムはほとんど演技の経験はなかったが、この作品で見せた演技で、助演女優賞にノミネートされた。受賞式の時点で、バダムは10歳と141日であり、これは1974年に、テータム・オニールが10歳と106日で受賞するまで、この分野における最年少ノミネートだった。ブーと呼ばれる不気味な青年を演じたロバート・デューバルは、本作品が映画初出演である。 グレゴリー・ペック演じる弁護士アティカス・フィンチはアメリカの両親を体現したキャラクターとして非常に人気がある。2003年にアメリカ映画協会が選んだアメリカ映画100年のヒーローと悪役ベスト100ではアティカスがインディ・ジョーンズやジェームズ・ボンドといったスーパーヒーローを抑えヒーロー部門第1位を獲得、再び脚光を浴びた。1995年には アメリカ国立フィルム登録簿に登録された。1998年にアメリカ映画協会が選んだ映画ベスト100中、第34位。2007年に更新されたリストでは、ベスト100中、第25位にランクインした。2008年には同じくアメリカ映画協会によって、最も偉大な法廷ドラマ第1位に選出された。チャールズ・ J ・シールズの アラバマ物語を紡いだ作家にも指摘されるが、最初、この作品はリベラルなものとして受け止められたにもかかわらず、さらに後年のリベラリズム的視点から冷静に再検討すると、アティカスの物語、つまり白人の拡張的な価値観が濃厚な映画になっているとも言える。ありがとうございます。